吉田さん、稼ぐ責任と言いますかね、私はね、稼ぐ責任というよりもね、なんか戦いとでも言うんですかね、まあありますね、そういうのが。なんで私がね、稼ぎ続けたいのかってことです。私商売してないように見えますけども、多分ね、一生懸命毎日お勤めに行かれている人よりも24時間365日お金のことを考えてね、お金に敬意を払って、そしてお金を払ってくださる方、こういう方に思いを込めて毎日生きています。多分誰よりもやってますね。吉谷さんも分かると思いますけども、人にお金をお支払いいただくって相当な信頼と敬意をこちらが捧げないとできないんですよ。軽く見てちゃできないですね。だから本当1円でもね、10円でもそのお金がどんなに貴重なのかってことを確かめながらね、私は受け取るようにしてますね。で、今回稼ぐという責任ってありますけども、まあ、私の場合もね、同じですね。前半はこれ吉谷さんと同じ共感するような思いを語らせていただいて、後半は私の人生に振り返った思いになりますけども、まず前半からですね、お金がないから稼がざるを得ないっていう状況がある。それは私もありましたし、そうよくわかります。そしてね、今はね、お金がないことでこの生活を失いたくないっていう風なね、なくしたくない感ですよね。こっちが今強いです。だから絶対に稼ぐペースは落とせないなと思いますし、稼ぐチャンスがあったらそこにやっぱり一点集中していきます。ブワーッと広げて、薄く広く稼ぐ方法を見つけていって、どっかにポンとね、吹き出し口があったらそこにまた力を集中して、でそこが尽きたらまた広くリサーチしてみたいな感じですかね。だから暗号通貨系で来た時っていうのはね、2014年から始めたんですけど、2017年にブレイクした時って全勢力をそこにぶつけました。だからそこがグッと伸びましたね。多分ね、暗号通貨分散投資みたいなこと言ってる人とか、暗号通貨なんやらかんやって言ってる人なんて、ね、全部お金失ったはずですけども、その失ったお金が一点集中して私のところにもうまとめてきたみたいな感じ、そんなイメージがあります。まあ、FX に関しましては4年間ぶち込んでいますんでね、冴えない時はあっても、まあ、今がその時なんですけども、結局 FX もものにしてるわけなんですよ。で、モチベーションっていうのは無視ですね。全くモチベーションが湧かない時でも湧いてる時でも全くやること一緒です。パフォーマンスはだって結果が出さないといけないわけですよ。結果が出なかったらまたさらにやるだけですよね。YouTube 作りました、再生数どれも冴えません、だからまたさらにやるんですよ。 YouTube 作りました、再生数伸びました、だからその似たようなジャンルをまたやるんですよ。だから結局行動力はいつもマックスでいくって感じです。1ミリたりとも手を抜かずにね、1ミリたりとも油断せずやっていきますね。これが多分吉谷さんと共通するところではないかなと思います。で、私の人生を振り返ってなんですけども、私はね、なんでね、今隠居っていうそのカテゴリーでやってるかと言いますと、まあ、ご存知のようにね、吉谷さんが、私ね、40歳で初めてパソコン、インターネット、こういうのをスマホとか始めてるんですよ。40歳過ぎてからですよ。それまで何してるのかっていうと、単なる麻雀しかしてませんでした。麻雀をして、麻雀でギャンブルやってね、それが高じて麻雀店を経営するようになったんですけども、麻雀店はずっと赤字でした。一回も黒字にならなかったです。やればやるほどお金を失っていって、でも個人的な生活費は麻雀で稼いでみたいなね、妙な感じになりましたよ。社員も一番多い時は26人雇ってましたけども、そのうちにまあやっていけなくなりましたね、徐々にね。で、私がね、稼ぎ続けていくそのモチベーションといいますか、責任といいますか、なんかわかんないですよ、ミッション的なものってのは40過ぎてからでもできるんですよってことをね、私の自分の体を使って見せたいわけですよ。で、見せてきたわけなんですよ。40まで麻雀しかやってこなかったもう薄暗ポンコツはですよ、ネットビジネスっていうところに入って、最初はキーボードこんなにやりながらね、セルフバックをやって、セルフバックをやり込んだら家が買えたみたいなね、セルフバックをやり込んだら滞納した税金が払えたとかね、セルフバックをやり込んだら借金全部帳消しになったみたいなね、そんなことがありますね。で、住宅ローンを抱えていらっしゃる私と同じ年齢の方、40代の方いらっしゃると思いますけども、それは1年で返せます。1年でですよ。30年払う必要ないんですよ。1年で十分です。まあかかって3年ですね、住宅ローンはね、住宅ローンは早くおさらばしましょう。その上で、例えばね、私たち40代が憧れの車、これは買いましょう、一発でドーンとね。吉田さん、人生は1回ですよ。いつかあれ欲しいなと思ってたら、そのいつかは来ずに墓場行きですよね。墓場を見てください。墓場を、自分の本当にやりたいことは明日やろうと思ってた人で、そこは溢れてますよ。結局やらずに墓場に直行しちゃうんですよ。もう人生は短いですからね。そして
青春時代は短いんですよ。40代はある意味青春だと思います、ね、力も蓄えて経験も積んでまだ人生の余力がある時、40代この青春を逃したらもうあとはね50代でどのくらいできるかってことで60代から調整に入りますんでなかなか難しいと思いますよ。で私がやり込んでいく理由のその一つ、まだ他にもあるんですけども、40代になってもね20代の女の子と付き合えるというね、彼女ができると、しかも結婚できると、48歳で今日ね、あの吉谷さん、私のうちの大和くん誕生日ご存知でしょう。今日誕生日なんですけど私48歳なんですよ。すごくないですか、50歳の年齢差があるんですよ親子で、ね、50歳おおむね50歳で奥さんとは20歳ぐらいの差がある、息子がいて奥さんがいて私みたいな、これね3世代みたいな感じで家族ができてるんですよ。うん、で私としては24時間家にいるみたいなね、うん、通常でしたら40代の方っていうのは一生懸命バリバリ働きに行ってるはずなんですけども、家を空けてね家の維持をするために家族から離れる、ね、家族を愛してるのに家族から離れるみたいなね、どうなっちゃってんだろうみたいな感じですけども、これも大勢の方がやってるから違和感なかったけども、今ね少しずつもう家にいて家族を楽しみながらちゃんと仕事もするみたいなスタイルがちょっとずつ増えてきてるじゃないですか。私はその冴えてるもんなんですよ。24時間家にいて自由な時間配分しながら自由なコンテンツで動画で収入を上げているって形です。これ結構良くないですか。自分の得意分野をやればいいし、自分の得意分野をやらなくてもいいんですよ。私は得意なものっていうと、まあ一つには麻雀がありますけども、麻雀の動画なんて全く出してないですよね。だから得意分野使わなくても OK なんですよ。むしろ得意分野で勝負することを私はそんなに、ね、意識してないかなっていうところがありますね、うん、だからねもろもろとねやってきて思うんですけども、こういうすごい道があるのになぜ選択しないんだって逆に思いますね、うん、でこれからね私はね子供を育てる年齢に入ってきました。どこの幼稚園、保育所、小学校って悩みました。まあ、悩んでないんですけど、ね、実は。集団生活とか、大多数の人が行っているような公立高校とかね、公立中学とかは全く行かせるつもりがありません。ね、全く意味がないです。というのが、代わりのできる人間になっちゃうんですよ。そういうところ行ったら。私の考えですよ。小学校、中学校、公立とか、その辺のよくあるところに行くと、代わりのできる人間の量産をする工場に子供を送り込むことになっちゃいます。だから私はねちょっと嫌ですね、うん、行かせられないです。私は代わりのできない、少なくとも代わりができないと思う少数派の方にあえて送り込もうと思いますね。で集団生活とか団体行動がどうこうっていう人もいますけども、そんなものいらないんですよ、ね、学校に行ってコミュニケーション能力上がります？学校に行って仲良し今何人いますか？あなたはいないでしょ。結局ねそういうところなんですよ、うん、お互いにもう相手を測ってね、でお互いをそう根踏みして、で信頼関係はなかなかできずに、せっかくね集団行動とかなんか言いますけども、団体の、責任感とか協調性とかね、小中高もしくは大学行った人がじゃあどのぐらいコミュニケーション上手なんですかと、 YouTube で物を売るぐらいコミュニケーション上手ですかって聞くと、これはどうなんですかね。いや YouTube じゃなくてもいいですよ。リアルに会った人とどのぐらい信頼関係築いて自分の身を晒してもいいぐらいね、お前の死に目には俺が撮影してやるからなみたいな関係作れてますかってことなんですよ。作れてないでしょうねやっぱりね、うん、でこういうふうなね今の感染症の時期にでも遠方から足を運んでようみたいな感じで来てね、こうどんぶり一緒に食べるみたいな感覚ありますかってことなんですよね。で私はねだからね集団生活っていうのは幻想で、集団生活の中にいるときは一定のフォーマットの中集団生活ができるけども、そのフォーマットを外れて卒業ってなると勝手にバラバラになっていって結び合うことはもうなくなるみたいなね、せいぜいが同窓会でちょっと出会ってその時盛り上がって昔のことを思い出す程度なんですよ、ね、あれを元通りの関係とかね、学生時代の友達は永遠にみたいな思ってるとこれは錯覚ですよね。最も困った時に誰がそばにいてくれるかぐらいだと思うんですよ。会社が倒産、リストラ、コロナね、そんな中で誰が本当に自分の商売稼ぎのことを心配してくれて、しかも結果まで出してくれるんですかってことですよ。クラスメートですか、友人ですか、学生の時の友達ですか、そんなのはね全く役に立たないってことは身にしみるでしょ、ね、まあ、友達がね転職の世話してくれました、友達が稼ぎ方を教えてくれました、友達は月収100万とか取ってないでしょ、うん、当てにならないと思います私はね。だからそういう学校に最初から可能性がゼロのところに行かせるつもりはないなと思います。まあもし行かせるようなことになったら東大を目指して官僚になることを進めますね。
で政治家になることも進みますね。なれることが分かんないけど、完全勝利のパターンです、そこは。まあ嫌われるかもしれませんけど、まあ、そんな感じでね、私はね、妙な動画になりましたけどもね、私が稼ぐ責任としては、そんな感じで、やっぱ背中を見せていきたいなっていうのがありますよね。いろいろ話しましたけども、結局は40歳からでも50歳になってもできるってことなんですよ。私今48歳ですけども、セルフバックまたやってるわけですよ。2週間で19万ですよ、ね、2週間で19万、在宅でパソコンで日々ね、1時間2時間くらいの作業でこれだけの売り上げを上げることっていうのは他に何ができるかってことなんですよ。多分ね、今出勤されてることで2週間で19万円のパフォーマンス、ね、自分の最終的な入金額で19万ってのはなかなかないと思います。まあ、どうか分かんないですけどもね、大きな商売扱ってらっしゃる方もいると思いますけども、私はチームでやってるわけではない、たった一人です。大きな設備があるわけでもない、パソコンが1台です。それでもおそらく有名な会社に勤めてらっしゃる方とかね、幹部の方とか、社長よりは高い自由度と高い給与水準を維持してるんじゃないかなと思いますよね。これは自慢ではなくって、そういう世界があるから、そっちの方ではいかがですかっていうふうなね、問いかけでございます。セルフバックやポイントサイトからここまで来るわけですよ。で、未だにセルフバック、ポイントサイトやってるんですよ。これをどう見るかですよね、あとはね。うん、吉野さんね、稼ぐという責任。なんか私はね、背中を見せていきたいっていうのは吉野さんと同じようにありますよ。40からでもみたいなね。こんな年からでもやっていいんですよ。ネットビジネスは若い人のもんではないと。今ね、40代50代の発信の方が希少価値を生み、かつね、影響力が大きいんですよ。だって同じ年代の方が一番多いんでしょ。じゃあ40代50代で気になってること、悩んでることを解決したいことを一番よくご存知じゃないですか、ロスジェネ世代ってことは、その問題解決をコンテンツとしてどん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 提供していけば、信頼関係がすごく結ばれてですね、会いたい人になれるわけですよ。会いたい人になる、これが私のね、まあ今日のテーマでもあるんですけどね、会いたい人になる。お前は会いたい人に、誰かから会いたいと言われているような人になっているか、ね、会いたい人になれているかな、どうでしょうかね。誰か会いたい人います？いない。すいませんでした。じゃあ吉田さん、また。